ワードには入力した文字を自動的に変換してしまうオートコレクト機能が搭載されています。アルファベットを入力してみます。エンターキーを押すと、アルファベットの先頭文字が大文字に変換されました。次に先頭に記号をつけて文字を入力してみます。 エンターキーを押すと、自動的に記号が入力され過剰書きになります。入力した通りに表示させたい場合など、これらのオートコレクト機能が必要ない場合は設定を変更しましょう。ファイルをクリックします。オプションをクリックしてください。 文章構成をクリックします。オートコレクトのオプションをクリックします。それぞれのタブで各種設定を行うことが可能ですので、必要な項目の設定を変更してください。 設定が終わったら OK をクリックしてください続けて OK をクリックします先ほどと同じように文字列を入力してみましょうエンターキーを押しても先頭文字は小文字のままです エンターキーを押しても過剰書きの記号は入力されません。オートコレクトが機能していないことが確認できました。以上で、オートコレクト機能の設定変更は完了です。